さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラですね。忍者らやっていきましょうか。さあ今日もね、ストーリーモード進めていきたいと思います。ストーリーモード、今日からやっていくのはね、二の巻の第3話ですね。かなり進んできました。半分ぐらい終わったのかな。でエピソード1でパパがね事故死したんだけど、そのパパのね、事故死したはずのパパの仲間ね、が、エピソード1で見つかって、あと追っかけたら、シャドウ忍者、闇の忍者がやってきた。で、エピソード2はね、その、パパのね、元同僚、死んだはずのパパの同僚に、を探しに、後をつけていたら、なんか、温泉街について、温泉街で化け物が出てきてね、全部やっつけたってとこですね。そして、今回はエピソード3、お江戸の怪、もののけ？現れた怪物だ、パックンコ、レナードの極秘計画とは、やってみましょうか。デリドン、お江戸の、怪？現れた怪物！忍びシティの舞台にね、こすっていくね、ここ。さあ、多分、この辺りで見失ったはず。ぬ、忍者センス来た！レナードさんだ！レナードさん？ひげ生やして。邪魔立てすれば命はないと言ったはず。今ならまだ間に合う。これ以上立ち入るな。なんでよ。あんたパパの仲間でしょ。一体ここで何が？私はその真相を知りたいの！そうか、残念だよ。今のかっこいい指パッチン。パチン。何？うわ、闇の忍者とスペース忍者。なんで？こいつら。うわわわ、何してんの？え？ごっくんちょした、今。パックンチョか、これが。パックンチョ。これは？なんだと気味悪い。言ったはずだ。だがもう遅い。レナードさん、待って！うわ！闇のスペース忍者。やばいやつ来たぞ。え、強そう。ガチでタイマンと行こうか。闇の忍者よ。ひるむのかな、そこだけ不安だよね。ひるむんだったら普通にコンボでボコボコにする。いくぜ。さて勝負と行こうか。何なのよこいつ、何そのコンボ。よし、うっと効いてないのか。おい、今まで敵とは違うわ。くっ、総裁しよう。さあ総裁は勝ったぜ。おらほら、まだまだコンボつなげていけ。コンボつなげて一生コンボしろ。一生コンボ避けられた。クソ、うつせみ変化とかないもんな。ほれ、さあガムガムバインドできねえこいつ。よし、おう、さあどうしていくか。進出鬼没。くっ、ほい、ガム直当て。さあ総裁は勝った。よし、くらえや、おら、やったか。ダーク忍者をやっつけようだって。ほら、やっつけた。何、まだ生きてんの。ほら、お前、ダーク忍者を追いかけろ。移動した。そう、次はこっちか。ドローンがね、あーだドローン回収してね、武器早く大武器クラフトしたいと思ったらできるようになったね。ありがてー。さあ行こうか、勝負だ。ダーク忍者どこだ、どういった。違う、ザコどもかよ。お前らはうぞうむぞうは一本お仕置きだ。ブレードで、ほら。さあ全部やってきたと思ったけど、まだいる、まだいた。よし、さあ今度こそ全部やってきたろ。どうだ、まだできた。いや多すぎるっすね、それはさすがに。ほい、あーガムかたまらん。よし、一本。まだいる、まだいる、まだいた、いた。ほれ、いやもう倒れてるわ。よいしょ。さあ1本じゃなかったけど、まあ十分 OK でしょう。ウェイ、ドローン回収。まだいるの敵。ん、あ、いなくなった。よしよしよし。さあまだ来たね、ダーク忍者。めっちゃかっこいいやんこいつ。全身闇のガムで染まった敵。ちょっと待ってね、あれ見失った敵。いた。待って待って、影分身してない君たち。ねえ、影分身してる。いや違う、いっぱいいるのかこいつは。ちょ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 、うぜえなこいつら。覚えとけお前ら、俺のお仕置きくらいや。おら、まずはね、闇の雑魚たちを、やべえ、やっつけらんねえ。よし、ほい。さてもういった、この君を先に落としたいな。ほい、オッケー、一本。ふぅ、お前やんのか。おら、俺が一生かけてやる。おら、一生かけて、くっそ。ほらよし、またなんかちょっと闇の忍者召喚してんじゃんこいつら。
ふぅ、まずいっすね、これはちょっと回復したい。ほい、あーちょっと待って、ちょっと一旦回復させてくれ、一旦回復させてくれ敵が強いぞここ、これマジでやんのかこれ。いや意外とみんなすごいね、こいつ勝ったの。あ、こいつ拘束されてる、ざまみろ、よし、こいつをさっさと、よし、まずね一体一体倒していくっていうのがやっぱ肝だと思うんですよね僕。よし、で次君、なに、よく倒せ、さっさと倒せ、さっさと倒せ、よし、お仕置き、いなくなった。ずるいよね、お仕置き中にいなくなるのは。いや待って、お仕置きブレードが効かないってやばくねこいつ。これめっちゃ強いんだよ威力。うわ、うお、よし、さあ攻撃避けてそこをひたすら攻撃当てまくっていこう。おらおら効いてんだろおらよしよしさあダグニちゃんやっつけた、手応えありね。いや強すぎるぞこいつ。ダークニンジャーまだあの、いやまた友達たちが、いや全部やっつけるしかねえこいつらは。ほらほら、さあ一本、まだ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 、ほい、じゃあ君も一本、よし、さあザコデキたちや大量に成敗したとこなんだけど、まだ出てきたね君たち。見え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 、雑魚的に使った方がいいね、このお仕置きブレードは。あの、なぜかというと、あの、忍者、ボスの忍者はね、効かないから。攻撃を。おかしい、あいつ強すぎるんだよな、ほんと。よし、君も。オッケー、さあ、そろそろ全部やっつけたんじゃない、まだダメ、まだいる、さあ、レーダー、センスには何も反応ない。よし、来た。さあ、そろそろファイナルバトルかな、勝負だ、やっべえサイヤ人だ、ガチになったじゃねえか、待て待て、しつこいわよーって言ったけど、パソコンにどこいた、敵、むいたいたいた、いってガムシュートしてくれた、僕ほい、いやガムシュート当ててもひるまないのマジで強いでしょこれ。よし、俺も当ててやろう、ほら何それ、どこいた、さあで向こうの攻撃を誘って避けてそこを撃つ、それしかないやっぱり。見え見え、何も見え何も見え、 どこおるか分からへん、どこおるのか分からへん俺もどっちのゴリ押しが勝つか、そういう勝負だぜこれ。ほれ来いよ、よし、ガムシュート撃ったなお前、うわなんだ今それ、さあそれなんか待て、ドラゴンみたいな技やめろねえ、おい、なんかヘビ飛んできたよね今、新しいアッシュみたいな技してきた。よいしょ、さあちょこちょこ攻撃は当ててるんですけど、いかがですか今回、勝ったかそろそろ、終われ、まだ終わらん、俺はゴリ押すぞオラ、クライアオラ、くしぶといなこいつ、体力が高すぎるこれうわガムバインド、うわ大丈夫、ガムバインド食らっても相手が攻撃今空振ってたからだ、ざまみろさあ体力見てくれ、あと少しだ、終わりだ、食らえ、よし、やっとやっつけたお前、なに、え、まだ起きんの、嘘でしょ、嘘でしょお前、消えた、びっくりした、ポイントめっちゃ入った、あ、クリアだ、はあ、はあ、何なのよっていう、バケモンみたいに強かったんだこいつら。さあ金カップゲットです、やった、まだやるつもり、うわ逃げたこれ2人ぐらい、2人が3人ぐらいでボコりたいね、源流祭様、おおおめでっか、無事じゃったか、はい、ですがそれがスペース忍者が忍びを飲み込んで、なぬそれは誠か、ですが逃げられました、パックンチョしてた、パックンチョ、WNA はそこまでして何を企んでおるのじゃ、私はもう少し調べてみます、わかった、こちらでも合併に調べさせておく、はい、何かあったらお願いします、用心するのじゃよ、合併調べれんのねえキッズやけど、でも合併は俺も初期で選んだけど、やっぱねかっこいい、かっこいい、かわいいよね
はい、というわけで、え、これもうラストかな、次が4話で終わりなのかもしれないね。だって一番下だもんね。さて、じゃあ皆さんね、今回ここまでにしましょうか。パックンチョじゃない、パックンコだ、パックンコ、パックンチョお菓子だわ。レナードの極秘計画、スペース忍者と闇の忍者ね、2つを組み合わせてバケモンが生まれたね。マジで強かったっすね。さあ次回が多分最終回ね、なんか横綱合力丸とか書いてるんですけど、よくわかんないんですけど。次回お楽しみに。それでは終わりたいと思います。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。で、二の巻宇宙じゃないわ、闇の忍者編、もうすぐ終わりです。最後までよろしく。おつぽよ。